だから、カクテルの世界ではシャンパンをダイヤモンドに例えていることが多いです。今回シャンパンではなくスペインのスパークリングワインカバというものを使用させていただきます。シャンパンカクテルでは王道なんですが、いろいろリキュールを加える処方というものが多くありまして、今回ちょっとアレンジを加えまして、フランスのアブサンベルサンドというメーカーのアブサン、この酒は1915年に中毒性が強いときに販売が中止になったお酒なんですが、現在は中毒性が世界的にも飲まれているお酒です。至ってシンプルなカクテルなんですが、色とりの雰囲気でホワイトダイヤモンドを作らせていただきました。